私の強みですと接客業なのかなって思ってしまう部分がありまして、接客以外に内面を見る仕事をなんか10個ぐらい書き出してほしいんですよね。やりがいをやっぱり優先してしまう自分が、逆に幸せレベルが多分低いじゃないですか、すごいなんか嫌な言い方すると。今回面接をさせていただいたんですけど、そもそもどういう企業に行きたいか分かってないっていうところがやっぱ一番 あの痛い悩みだと思ってて、どういうところに悩んでるかっていうのをお話しいただいてもいいですか。航空業界を目指していたんですけれども、この採用がなくなってしまったっていうことで、また別の道を選ぼうと思ったんですけれども、やはり自分の興味がなかなか見つからずに今迷っている状況でございます。一応ホテル業界も受けようとは思っているんですけれども、私の強みですと接客業なのかなって思ってしまう部分がありまして、なんか他がありましたら教えていただきたいです。なるほど。じゃあその本当に行きたいところがないっていう軸と、もし受けるにしても受かるのかっていう不安の、この2つの軸があるっていうことですね。いかがですかね。強みイコール接客業っていうのが僕の中でちょっとやっぱどうしてもマッチングしないんですよ。接客業もだと思ってて、なのでだから相手を見るというところが強いとすると、相手の何を見るのかっていうのがやっぱすごい気になっていて、意識してるのは中です。 OK です、OK、だとしたら接客以外に内面を見る仕事をなんか10個ぐらい書き出してほしいんですよね。例えば僕が思ったのは、例えば採用の仕事も多分できるし、営業の仕事もできるし、業界ではなく職種を書き出すということをやって、でその上で業界を見るのこの掛け算、を書き出してみて、どれが線として一番つながるかを見るっていうのは一つやりようがあるかもしれないなと思いますよね。ありがとうございます。佐山さんおっしゃってたみたいな職種で考えるっていうのはめっちゃいいなと思ってて、であとはその中で多分これは嫌みたいなものは先に出しといた方がいいタイプなのかなと個人的には思いました。ありますかそれは、年功序列が嫌とか。いや特にそういうのは気にしたことなくて、稼げなくてもやりがいをやっぱり優先してしまう自分がしそうちなみにちょっとお伺いしたいんですけど、稼げなくてもいいっていうのはどういう意味ですか。一般的には給料が低いって言われているところでも、そういうやりがいがあれば私は頑張れるっていうのが結構強いです、だとするとやりがいを感じたことが今まで人生に何回かあったと思うんですけど、そのやりがいがどういう時に感じたかは知りたいですね。そうですね、やっぱりやはりこれも目の前にいる人が喜んでくれる時、その一瞬が自分のやりがいになってる、そのためにやってる。逆に幸せレベルが多分低いじゃないですか、すごいなんか嫌な言い方すると。だから、お金もらえないとやる気にならないみたいな人やっぱいると思うんですけど、なんかそれじゃなくて、なんかやっぱりこう目の前の人が喜んでくれるかっていうことが軸だとしたら、なんかたくさんあると思ってるんです、それって仕事の中で。あとは興味がないことってあんまり多分こうなんか夢中にならない気がするので、なんか興味を持てるものとか、なんかそういう無形の商材なのかとかっていうところを多分上げていった方があんまりミスマッチがないような気はうん、関わる人とか環境とか内容によってかなりキャリアが変わりそうな感じがしますね。多分あんま喋らなくなりそうな気がします。自分があんまりちょっとここ居心地悪いなと思ったら、すごい気遣ってなんかこう縮こまっちゃいそうな気がするから私いい人生にしてほしいですね。はい、ということでじゃあ今日学んだことをフィリップにお願いします。職種を絞るということです。そうですね、やはりお三方おっしゃってくださったように、私はまだ頑固というところで視野の幅が狭いというところで、職種を絞っていきたいと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。広げて絞るっていうことですね。そうです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日アドバイスいただいたお三方の SNS や YouTube チャンネルや会社の概要は下の概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございまし た。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。